よりあい橋は、木の川支流のし堀川に架けられている橋梁。和歌山県和歌山市のよりあい町と、港、本町をつないでいる。プレストレストコンクリート橋である。木の国名所図に描かれたよりあい橋。中橋と京橋も描かれており、よりあい京南側は T 字型になっている。江戸時代以降は、通行量が多く、賑わいを見せていた橋である。 木造橋時代の全長は20件一尺三寸、全幅は三件五寸である。三の丸と町を直接つないでいる京橋などは、公費でかけられたが、町と町をつなぐ、寄合橋は、町方支配の橋であり、仮設費や維持費は、町方が負担した。寄合橋の東詰めには、日の宮倉や番所が、西詰めには、考察場が設けられていた。 よりあい橋の日の宮倉は外部を板で囲ったものであり、板書は橋の管理や通行人の監視を行っていた。和歌山城下で考察場が設けられたのは、よりあい橋西めに京橋北めと大橋東めを加えた3カ所のみである。法営年間には第5代藩主松平義宗によって西詰北側に武士の指定のための学校が建てられた。これによって、 紀州の住者たちは、木造の寄り合い橋を渡ってこの学校に通った。三の丸を通行できない町民にとって、寄り合い橋は本町と城下南部を結ぶ幹線にある橋だった。1873年には学習館の跡地が、オスジン城小学校となった。博物学者の港熊楠は、寄り合い町の北側にある橋帝に生まれ、寄り合い橋を通って、オスジン城小学校に通った。 実業家の松下幸之助もオス人城小学校の出身である。1941年1月にはプレストレストコンクリート橋が仮設された。橋のたもとには片側に2カ所ずつ、東下の親柱がある。1945年7月9日の和歌山大空襲では、橋の周囲にあった酒蔵群や商家が全焼したが、寄合橋は、 焼夷団の痕跡を残しながらも耐えている。有国民学校は空襲で消失し、和歌山市港南国民学校と合併して、和歌山市有港国民学校に改称、港南国民学校跡地に移転した。有国民学校の跡地には、酒造会社の世界一等が進出している。市堀川は、より合い橋の南側で、L 字型に曲がっているが、かつてのこの地点は、と、 地形であり、和歌山城西堀に続く川が流れていた。木の国名所図へにはこの川に港橋がかかっており、港橋を渡った三の丸川に港橋五門があったことが描かれている。明治時代にはこの川の埋め立てが開始され、1940年頃に埋め立てが完了している。南北に流れるこの川の菓子は小平菓と呼ばれ、菓子は当時の幹線道路の一つとして、 店が立ち並んでいた。ありがとうございます。